はい、ここは皆さんこんにちは。前島の三丁目の穴場始まりました。ちょっと鼻から失礼しました。はい、前島三丁目の穴場、11月、23日、今日が勤労感謝の日でございます。祝日ですね。皆さんお店は通常通り営業中です。営業しますよ、ね、飲食店、人が休んでる時に働くのが飲食店でございます。みんなに感謝されてるのかされてないのか。いや、されてるされてる、きっとされてる。はい、今週の前島三丁目の穴場はですね、はい、地酒と地産料理花咲と、あなたの心にいつも太陽がの一宿風で福島です。はい、はい、ライブもできるカラオケバーダンプズルーム。さ、内間さん、はいはい、久しぶりのラジオ参加さ、はいはいはい、そうだね。しょっぱなそれでおなじみの、うん、でやりたかったけど、はい、ちょっとおなじみのね、ちょっと噛んじゃった。ちょっと噛んだ、うん、あ、こけたね。そうです、出だしからもう本当ね、始まる前に内間さん暴走特急だからねって話してたら、いやいや違うよとか言ってたけど、暴走特急さ、やっぱり違うよ。まだまだ今住み入れたぐらいだから今から出るから。あ、そう。あの石炭積んだぐらい。そう。積みっていうか。忙しいわ。会話が忙しい。内間さんの紹介の後で思わずゼックして自分の紹介忘れてしまいました。だからさ。なんか普段と違うこと言うよ。アドリブでそういうこと言うからさ。もう牛具風のそういう内間さんでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、はい、この番組は舞島三丁目にて、飲食店を、しております8店舗にて、舞島三丁目を盛り上げるために、舞島三丁目の良さを伝えるために、放送しております。はい、舞島三丁目の穴場です。この番組へのメッセージは前3回@gmail.com、前3回@gmail.com、前3回は MAE 数字の3、KAI @gmail.com でメッセージお待ちしてます。待ちしてますね。待ちしてます。本当ね、内間さん久しぶりだね。うん、でも2週間3週間前かな。あ、そうだっけ。一応あ、そう、もう忘れてるでしょ。でもちょっとね、出席率ちょっと落ちましたからね、僕ね。まあ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 ね、どうしてもねタイミングが合わないことがありましたが、いろいろタイミングがね、うん、合わなくて、いや、久しぶりに、だけど元気にしてますよ。あ、元気にしてます、はい、内間節が全開だぜ。そうですね、もう前の最初の頃がね、しょっちゅう来てくれてたから、そうですね、もうなんかいるのが当たり前みたいになってたのが、うんうんうん、やっぱりちょっと間が空くと、はいはい、なんか随分久しぶりみたいな感じになりますね。内間ロスだよね。そうです。いや、勝手に喋ってるさ、内間さん。そんなことフラれたネタに対して喋ってるだけで。ああ、そんなね、うん、まあまあまあ、ということで、多分ね、今週はガッチャガチャするだろうね。内間さんがいるからね。そんなことない。失礼しました。まあ、その分うちらはちょっと楽になるかなという。先週もね、放送で、ついに、今月いっぱいで、そうなんですね、この舞島三丁目の穴場が終了ということでね。いや、悲しいですよね、本当に。悲しいですけどね。でも半年間楽しかったですよね。いや、本当、まあ、これはいい経験になりましたもんね。うん、まだ来週30日が最後の放送なんですが、本当に、いろんなことありましたけども、本当にラジオなのに喋るネタがないとか、そうですね、お店のこと話さないとか、そう、話さないとか、うん、あなたたち何に話してるの、そうそう、お客さんに言われちゃいましたからね。勝手に盛り上がってるだけさって、ただの飲宅会ですかぐらい、うん、電波使った雑談会だから。いやね、まあ、そういうのもね、そうそう、こうやってね、ちゃんと、まあ、こういう宣伝もできるようにね、店主がいますよっていう、こういうお店の人がいますよっていう感じで、ね、ただただ喋ってるだけの半年間でしたが、まあ、楽しかったですね。本当にもう聞いてる人よりも自分たちの方が悲しいっていう。一番に、ね、もう悲しいのは俺たちだって。そうそうそう、いや、でも本当いい経験でしたもんね、うん、ラジオなんてなかなかできることですから、そうですね、みんな
ね、言ってもあの本職は、ね、うん、飲食店で、はい、あのバーだったり居酒屋だったり蕎麦屋さんだったりで、うん、あのこんな、ね、ラジオで喋ることってないじゃないですか、うん、ヘッドホンつけて、ね、マイクに向かってなんてね。でなかなかそのラジオに、はいはい、で自分なんかの番組を持つっていうこと自体が、うんうん、あまりできることじゃないと思うんで、そうですよね、本当にいい経験になりました、ね、そうそうそう、ね、やっぱりこのうちらね三丁目会の、はいはい、絆もお最近好きだな絆絆が来たな最近絆って言いたがりだからまあまあその顔もつながったしね、はいはい、うん、まあ、それは本当にでかい、一番それじゃないですかね、うん、で今後ねラジオは終了しますけども、はいはい、うん、前島三丁目会としての活動は続けていって、うん、そうですね、以前からラジオでも、告知はしてたんですけども、はいはい、まあ、うまくね当初の予定通りはスタートできてないけど、うん、そのカクテル企画とか、ね、はいはい、まあ、どうなってるのって、思ってる、ね、はい、ラジオ聞いてくれてる方もいるかもしれないですけども、そう、そんな話もあった、そう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 だけど絶対にね実現させたいなと思ってて、ね、まあその時はこの、FM 那覇さんのね、うん、番組にゲストとしてでも招待、ね、していただいて、でそれをまた告知できたらなと思ってますね、うんうんうん、本当に、うん、もう前島三丁目に足を踏み入れてね、はい、ちょっとお今どうなってんのかな、はいはい、っていうね人たちも来てくれたら、そうですね、ありがたいですね、そうですね、うんうん、だいぶユニークなお店いっぱいありますのでね、はい、ぜひ三丁目へ、はい、よろしくお願いします。ということでダンプさん、はい、話変わりますが、はい、イベントを控えてるということで、私はそうですね、一応告知が2つありますね、はい、1つは29日、今月の29日、はい、木曜日ですかね、木曜日、今日第2回、うん、ダンプズルームカラオケパーティーをやります。第1回目はすごかったみたいですね。そうですね、第1回もすごい盛り上がって、毎月やってやってって言われてたんですけど、うん、はいはい、なかなかあれで、うん、やっと今11月でやっと第2回、第2回目、はい、あれでしたっけ、うん、生バンドカラオケ、いや生バンドはこの日はないんですよ、本当にカラオケだけで、はいはいはい、お客様が参加していただいて、なんていうのかな、ソロ、うんうん、ゾロ目とカブの、うん、人たちがこうちゃんと綺麗な大きい商品をもらって、その点数でしょ、カラオケの採点で点数が、うん、だからうまいからどうとかじゃなくて、そうそうそう、でゾロ目かカブの人がちゃんとした景品、あと豚っていうの、はい、0、80とか82点か82点とかちょっとゼロになる人たちは今度はちょっとしたカード、ちょっとしたうちの、例えば唐揚げ一品とか、はいはい、まあ、その時にちょっとねいろいろ協力してもらって、はいはい、三丁目会にも声かけますの で、で景品としてね、うん、そうですね、はいはい、あと、うん、そう、それ以外の外れの人たちは、うん、うちで大きいお菓子全部用意して、うんうん、お菓子つかみ取りです、ね、はいはい、とかっていう形 で、 いいです、ね、うん、誰でも参加 OK、 はい、と一応ただこのいつも2000円で飲み放題歌い放題なんですけど、うん、はいはいはい、この日だけはちょっと景品代ということで500円だけちょっといただきたいので、はい、2000円安いですよね、2500円でもう誰でも参加 OK です、はいはい、でみんなで楽しんでワイワイいただければ、はいはいはい、開始時間とかもあるんですか。一応8時から8時から、はいはい、あとは8時からもうラストって、ラストはラストまでです、うん、うちの店のラストまでいつものようにそうです、帰るまでっていう、うん、あ、これ行ってけあ会費払ってそっか2時間って感じですか、最後までいるんですか。最後までいていいんですよ、時間制限なしでしょ。そうですね、あとはこの要するにも自分は豚と、ああ、まあ、とりあえず景品をもらった人は、うんうんうん、もうもらえないんですけど、お菓子つかみ取りの人は何回でも調整できるので、もうお菓子が袋2袋ぐらい持って帰る人もいるし、やっと取ったからいいやとかね、はいはい、いう人たちもいるし、
や、楽しそうですね。29日木曜日、前島三丁目会も突入しますか。前島三丁目会のカラオケスター石工夫内間、はい、出動しますか。出動したいな。噂によるとね、ワンマンライブかのように、噂なってます。なってるなってる。あ、嬉しいな。チャーリーの酒場で暴れてるよっつって。もうマイク使わず歌うから、ぜひぜひ。あ、もう素晴らしいですね。マイク使わないんだ。もうマイクいらない。うちのステージにじゃあスポットライトもちょっと増設して。本当ですよね。完全爆裂キャラさ、大説教してるんだもん。そう、あんたマイクいらないよね。大丈夫です、うちの店はちゃんと防音もありますから。ありがとうございます。周りにステージもあるしね。はい、いいですね。もうそそるステージって言葉。それを聞いて燃えるのがすごいよね。いやもう普通の人だったらいやってなるさ。そこにステージがあれば登るでしょ。何もんがんたわ。あ、でもね、やっぱりね、最初はいやいや恥ずかしい恥ずかしいって言ってる人たちが、うん、一回ステージに上がると、楽しいですもん。あとはこっちの方が歌いやすいっていうか、ステージの方が一番やっぱ音響もよく作ってるんで、はいはい、全然歌いやすいっつってみんなステージに上がりたがるんですよ。一回立つと。ステージ経験は？一応ありますよ。あ、そうなの？そして一番悲しいのが、ステージで歌ってるのに誰も聞いてないっていうパターン。一番悲しいんですよね。あ、それも経験済みなんだ。それも経験済みです。だいぶ経験したさ。一度あるんですよね。あ、そうなんだね。苦い経験が。楽しみですね。ぜひ来てくださいよ。じゃあ リベンジだね。リベンジしましょう。29日いいので、朝までやってるんで。そうですね、みんな営業終わっていきましょうか。そうですね、8時スタートで、その、はい、景品とかも8時からスタートですか。そうですね。だからでも結構あるんで、前回も、いっぱい出るかなと思ったら結構ね、株とかゾロ目は出そうで出ないんですよ。ちょっと一点ずれたりとかね。そっか、それ出ないともらえないですもんね。そうそう、だからもうお菓子のつかみ取りばっかりじゃお菓子が足りなくなっちゃって逆に、なるほどなるほど。じゃあ結構その日をまたぐまでというか、深夜まで景品が残ってる。だからこうお菓子のつかみ取りしか取れないやって、よし絶対株が出るまでゾロ目が出るまで歌うって何回も挑戦する人もいて、でやっとだからもうみんなになんとか当たるような感じまでさせたんで。何でしたっけ、一等はアクオスの大型テレビ。おいおい、500円です、500円。ね、考えてください。景品で500円でアクオスが出てきたらどんなシステムになってるの。めっちゃ集客すごいかもしれない。でもね、前回はたまたまこう一応健康を考えて、オムロンの血圧計とか、あとはペットボトルとかをほら冷やすクーラーボックスとかはちょっとよその人からこれいらないからもらってって、もう全然封開けてないのもらったんで、これも全部景品にして、あとはまあ結構豪華じゃん。1000円分のクオカードとか、あとはまたこれもたまたまちょっとよその人から協賛でもらったやつで、なんかカヌチャの宿泊券の、なんていうの、半額券なんだ、なんか割引券みたいな、4万円が1万円になるっていうものとかを、全部生まれたら、これは歌の封筒に入れてましたね。で、封筒82とかの豚はだから豪華から本当にそれこそ唐揚げ一品商品券、これ選べるんですか？ちゃんとした選べるの？株の中は見れないですよ。ああ何が当たるかわからない。なるほどなるほど。だから景品もちゃんとこう包んである景品は、はい、要するに株の人たち、ゾロ目の人たちで、豚の人はこの封筒から選ぶっていう感じで、だこの中はそれこそピンからキリまで景品としてあるんで、はいはい、でそれ以外の人は一応お菓子のつかみ取りっていう感じですね。いや、内間さんを見に行きたい僕は。逆に何が当たるかに出現した石工夫の内間を、見たい見たい。花咲の中村さんが、はい、見に来てくれるんですね。もうちゃんと動画も撮ってフェイスブックで流しますね。ねえ、もう行きましょう。29日木曜日、ぜひぜひ。でもう一つのイベントは、もう一つのイベントは12月1日の第1土曜日なんですけど、はい、ちょっと毎月第1土曜日定例ライブとしてオンラインっていうライブが入ってるんですけど、
ちょっとボーカルすごい素敵なクミちゃんっていうボーカルがいるんですけど、はいはいはい、今回ちょっと産休のためお休みということで、なんでしょう、あの急遽私が出ることになりました。それも見たいですね。いやーねー、うん、ちょっとねもう物好きな、はいはい、なんか聞いてみたいなという人がいればぜひお越しくださいませ。そしてボーカルも募集中と。そうですね、あのとどうしても歌いたいという人がいたら来てください。うんうん、うん、私の出番が減る分ちょっと楽になります。はい、はい、そうですね、ママさん、あのダンプさんがね、うん、今回ステージ立つということで12月1日、うん、イベント目白押しじゃないですか、ダンプズルーム。え、12月になるとねやっぱりダンプさんのところも忙しくなりそうですよね。そうですね、12月は結構バンドもいろいろあの入ってるんで、はいはいはい、普段はだいたい月2回ぐらいがライブ入ってるんですけど、はいはい、今回は12月は 1,2,4回ぐらい入ってますね。あの一応お願いされた。いいですね、年末っぽくて本当に飯食ってちょっとエネルギー発散で、そうですね、ダンプさんのところにね、はいはい、ぜひぜひ、いいですね、うん、ということでよろしくお願いします。はい、一旦ここで CM 入ります。はい、あ、こんなところに沖縄そば石具風、へえ、そっちには地酒と地産料理花咲、わっ、あっちには前島のチャーリーの酒場、あー、目の前にカラオケバーダンプスルーム、あなたが知らない那覇の楽しみ、ここにあります。前島三丁目会。働くママを応援、お湯を注ぐだけですぐできる沖縄の素材を使ったもずくスープ、あおさスープ、オクラスープが好評発売中。お求めはイオンマックスバリュー各水産コーナーにて。有限会社島崎屋。あ、こんなところに居酒屋まさひろ、へえ、そっちには海鮮炭菜86、わあ、ここはお好み焼き焼きそば甲子園、わっ、あっちには炭火串焼き串坊主、キャー、目の前にロカビリーバー&ライブハウスギャング、あなたが知らない那覇の楽しみ、ここにあります。前島三丁目会。それでは後半戦、舞島三丁目の穴場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は、この3組、地酒と地産料理花咲と、石具風舞島テントライブもできるカラオケバーダンプズルーム、はい、この3人もね、はい、なんで普通だったの今。いや、なんかもうみんなが期待してたから。おいや、これダメだ、普通に。さっきのオープニングのあのカミカミを挽回できるチャンスだったのに。そうだよ、そこはあの期待通りにいかない、うちま期待通りにはいかない、いかない。ああ、なるほど、ね、あえてここでみたいなところでパッていっちゃう。今でも確定、ちょっと肩すかしを覚えてないんだよね。だからさ、思いつき発信で言うからさ。まあまあ、この3組で、はいはいはい、お送りしております、はい、舞島三丁目の穴場です、はい、この舞島三丁目の穴場、はい、残るところ今日と来週、2回の放送になりましたが、ついに来ましたね、本当に来ましたね。まあね、引き続きいろいろと、うん、発信していきたいと思います。はい、前半の続きですが、うん、11月29日と、はい、12月1日、うん、ダンプさんの方でね、イベントがあるということで、はい、カラオケ大会はねぜひね、うん、ちょっと参加しましょう、うん、そうですね、ちょっと早めに終わって、うん、12時1時に終わって、うんうん、慌ててきてくれれば。そうですね、まだ間に合います、うん、まあ、12時ぐらいだったらいける時間なので、うん、行けましょうか。内間さんもうほんと見たいわね。なんか練習しといてよ。え、練習必要ない？必要ない、必要ない。ちなみに、はいはい、じゃあもし、はい、その29日、ランプさんのところで、うん、ね、ステージ上がるなら、はい、何を歌いますか？いや、もう一番はもうみんなが盛り上がる曲かな。うん、50自慢のリオンビエルかな。あ、ステージ衣装も考えてきます。ステージ衣装いつもと違ってちょっとパリッとスーツで来る。いや、もう肌着肌着ね。どういうことよ、おじい自慢のオリオンビルらしく。そうそうそう、でも肌着がもう
僕のユニフォームみたいなもの。あ、トレードマーク。あー、なんとなく、はいはい、なんとなくわかる気がする。あれしか着ないかも。あれしか着ない。それでステージ出て、そうそうそう、おじい島のオリオンビルを歌って。でもちょっといい格好してきた方がいいんですかね、やっぱ。いやいやいや、だからステージ自分が一番自分らしい あれを出せるようなのがあれば、うん、別にあのいや、Facebookに載せれる、うちまやべえぞってなるよ。そんなしたら石工風やべえぞってなるよ、このギャップ、うん、まあね、普段ね、お店ではね、確かにね、キリッとしてはいるからね、こんなで、うん、こんなだけど めっちゃみんなに言われるんですよ、飲みに行くと、うん、あ、こんな感じなんですね、うちまさんみたいな、めっちゃギャップみたいな。そこが魅力？普段猫かぶってるんで。あ、なるほど、はい、タンクトップに短パンとかね。似合ってそうだけどね。ありがとうございます。で、ダンプさんの、ステージが12月1日ということで、はい、うん、ダンプさんね、すごいハスキーで、ダンプさんの、聞いたことない。だから僕実は一回もダンプさんとか、あ、そうなんですね、この機会に。すごいよ、来ていただければ。いい肉の日でしたっけ。いい肉の日です。そうだね、そうだね。いい肉の日、はい、8時からでございます、うん、よろしくお願いします。カラオケ大会、はい、楽しみということで、そこに前島三丁目から集まるんで、ぜひ聞いてる皆さんも寄ってくれたらありがたいですね。そうですね、はい、あの前島三丁目会の、うん、あの名物内間に会いに来てください。楽しめると思います。いや、楽しませますからね。お、かっこいい、かっこいい、さすがですね。かっこいいね、こう言い切れるって ね。いやもう楽しませます、楽しむ楽しませますよ。もうね、終盤、今週も終盤になりましたが、うん、ちょっとね、一点、なかなか紹介できなかったことがありまして、はい、何ですか。もう今週と来週の放送になったので、うん、ずっとね、この前島三丁目の穴場をスタートしてから、うんうん、はい、最後まで、提供スポンサーやっていただいた有限会社島崎屋さんの、はい、社長さん来てくれる予定だったんですが、うん、ちょっと、多忙ということで、はい、まあ、よく存じてて、うん、まあ、すごい忙しくされてる方 でちょっと僕の方から少し、島崎屋さんのことをちょっとだけ宣伝させてもらうと、はいはい、要は簡単に言えば食品メーカーさんで沖縄の食材、うんうん、例えばもずくとかアサとかを使った、食品を販売している、会社さんでして。あ、そうなんだ。そうそうそう、ね、身近なところだとイオンさんとかで、うん、即席スープ、お湯を注ぐだけで味付けがされてるやつ、うん、はいはい、で、その青さタイプとかもずくタイプとかの即席、そうそうそう、水産コーナーかなに置いてあるので、はい、すごく味にも凝って作られてるので、まあ、僕以前勤めてたんですよ。うん、ですよね、はいはいはい、だいぶ前ですけど、はい、でその時にこの商品ちょうど開発してるところで、でいろいろ僕ももちろん味見とか販売してたんですけど、すごく美味しいです。でいろいろアレンジができるようなスープだけじゃなくてパスタにしたりとか、スープパスタとかさ、そうそうそう、すごく使いやすいですし、美味しいので、即席スープね、もずくスープ、青さスープおすすめですね。水産コーナーにありますので、であとはまあ、島崎屋という店名 の、 社名の通り、ちょっとこだわり系の泡盛を販売している会社、まあそのこだわり系の泡盛は当店で取り扱いしておりますので、はいはい、花咲の方で島崎屋さんの商品3種類定番で置かせてもらってて、ちょっと泡盛マニアの方も楽しめる銘柄になっておりますので、ぜひイオンさん、または僕、花咲の方で島崎屋さんの商品を楽しんでいただけたらなと思います、はいはい、ということ で、ね、この番組は有限会社島崎屋、居酒屋正弘、はい、以上2社様のご提供のもとお送りしてきました。ありがとうございます、ね、もうずっと応援してくれて、そうですね、うん、ありがたいです、はい、いよいよもう来週が最後の放送、最後の放送、最終放送ですね。いやでも最後の放送に行けないのがちょっと残念なんですね、うん、あ、そうなの。そう、実は26日収録行けないんですよね。あ、そうなんですね、残念。
じゃあ今日が最後ファイナルうちまさん。ファイナルうちです今日はもう。ファイナルうちか。じゃあ残念なことにもっと喋りたかったんですけどいろいろ。もうあと30分今日延長します。いやもう多分ねあとね何10秒ぐらいしかない。でも半年って長いようだったけど結構、ね、あっという間でしたね。過ぎてみるとあっという間だったですね。はい、ありがとうございました。じゃあファイナルうちでした。どうも。来週が最終回、最終回は参加できる店舗全員で参加しますので、はい、最後の放送をぜひぜひ聞いてください、はい、今週はここまで前島三丁目の穴場でした。また来週。ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。楽しく集うところ。